皆さん、こんにちは。アカンですよで今日はですね、この限定バーソフィーが新規転生来たっていうことで、この子の性能紹介していきたいと思います。まず、マこの子をリーダーにすると、雪属性はスタミナ消費マイナス10%、新規キャラはスタミナ消費マイナス5%っていうことで、これ二つとも重なっとったらマイナス15%っていうやつですかね。で、さらにこの子スタミナ黄色以上で、移動速度スイングエリアが共にプラス10%、で、一応パラメーターダウン向こうで、各個移動速度も含むっていう感じになってるので、走りは速い状態を保つことができると。 で、常時、ドリンク取った時の回復量がプラス100%。で、そういうドリンクとか回復アイテム取った時にジャスト1回獲得することができると。で、この子、打球構築無効もあって、見切り習得があります。で、この子の SS、新速カーブっていうことで、結構早めのカーブ打つことができまして、まあ、スタミナ200回復。相手に20秒間スロットスキル封印。なので、エリアがね、そんなに広くなかったりだとか、SS 増加量とかをね、まあ、減らすことができると。で、まあ、触れると、凍結レベル3となる空中型ギミック、 括弧2ポイント間を2つ振らすことができると。なので相手が凍結無効とか状態異常無効。あと空中無効があったらね、かけることができないんやけど、まあ結構ね、2つも出すことができたら邪魔だったりはするんで、それらがなかったら結構やばいかな。で、初回、氷塊かストームがあるんで、ツルツルになりますと。で、まあこのドリンク回カイテムを取った回数によって、いろんなものがついてくるんやけど、2回取ったらスタミナ消費マイナス50%。結構カットできんね。で、4回取ると移動速度プラス10%、シンギラプラス10%、6回も同じようなやつが追加されて、8 回だと打球がアウトしないで、打球ががオンザになるってていいう性能がついておりますで出場中、経過時間に応じて急速上昇ということで、最大60秒間速くなっていくっていう感じですね。で、常時、相手に以下効果を付与ということで、相手コーに消えているキャラを可視化する。なので、霞をま意識している性能となっております。で、新規転生のキャラクターなんで、どれかを選ばなければいけないんですけど、オールラウンダーは地面向こうをつくのがいいところ、ベースライナーは空中向こうをつくのがいいところではあるんですけど、 アイテムマスターがね3ポイント以上失点したら GS1 回復することができるしこのドリンク回復アイテム取得時に7秒間空中地面向こうとノックバック向こうをつけることができますんでこれが最適解かなと思いますでこの104レベルまでね強化することによってですね3打球ごとにスタミナ25を回復するアイテムを生成することができて、まあ、スマッシュがスタミナ50回復するアイテムを生成するヘビーフラットスマッシュを打つことができるとさらにエアスマッシュも打てるようになりますのでぜひ104レベルまで上げていただけたらなと思いますということでまあ からこのこと戦っていきたいと思います 2>, 2分で知りたいことを解説するちょこっとしろてにっていうチャンネル作ったんでよかったら見てね 1> はい、というわけで1戦目やっていいいきたいなと思います1戦目に関してはこのアイリスで勝てるのかっていうのを試していきたいなと思うんやけどまあどうなんかなこの子空中無効はないはずなんであの凍結はね食らうんですよねただまあこの子の時止めであったりだとか特殊ショット祭りとかもあったりはしますんでまあそれでどんだけ抗がえるのかただソフィーってなんかすごい使いやすいキャラクターではあるんですけど爆発的な強さを持ってる感じはさっき感じなかったのでどうなのかって感じやけどこの相手嘘みたいに強かったんで 多分。<laughs> なので、ちょっとどうなるかわからないですけど、まあ、とりあえず頑張っていきたいと思います。ちょっとワンオールやけど、こっから SS 打って、そう、この子の難点としては2回 SS 打たないと強くないっていうのがあるんですよね。こっから、あ、そうか、これ、雪ストームもあるのか、そこちょっと厄介ですね。はい、これで、避けながら意外と戦えてるね。え、<laughs> ちょっと待って、ツルツルがちょっと重いのほうが戦いにくい。だから久しぶりになんか、ツルツルしながら戦ってる気がするわ。で、このギミックは結構、 こうう戦いいいづらいかもしれない、うんでこの時止めはマジでミスった気がする。え <laughs> へやばい。あ、凍ってる。いや、普通にこれコールだ、凍るなめっちゃ凍るな、普通に。え、無理じゃない避けんの。あ、ギリギリ。避けてるよ。よいしょ。えへへへ。で、シンプルに見にくい問題もあるわ。あー、これ、やばいな。普通に、雪コートのキャラクターじゃないと、結構、厳しい感じするかも。よいしょ。やばい。 これツルツルするってこんなにやばかったっけこれあれやな、負けてるときになんかツルツル期間エンブレムとかさ、あとまあ普通にストームキャラとか入れとかないと偉いことなりそうな感じする。やばーい <laughs> ちょ、ボロ負けした。じゃ次、じゃあ一回 MVP 赤使ってみていい 個人的にはこの子ね、空中地面向こうもついているんで、勝てるんちゃうかと思ってるんやけど、どうなんかなと、ライトラケット落としのやつ持ってるからさ、赤髪ってさ、あれやんかいや、めっちゃ痛くせんやねんけど。<laughs> あの、打球効が向こうついてないからさ、ラケット普通に落ちちゃうし、相手マスターあるんで、ちょ、2回も落とされてしまうと結構やばい気がする。で、ソフィー普通にね、機動力高いので、PS が高かったら赤髪に対しても全然戦っていきそうな感じはするよね。 どうしようかなよいしょこれでうわーこれヘビーも効いちゃうのかそれもちょっと痛いポイントやなよいしょい,いえじゃこの SS なんか早ない普通のカーブじゃないんやちょっと SS の軌道見んの忘れてたらめっちゃ早いあんな前から撃たれて強いやつなんか珍しいよなよいしょただ避けながら戦わんでいいしあとさっきと比べてツルツルしないんでその点ではだいぶ戦いやすいですよねでもすでに3失点してるんやけど大丈夫かな俺 <laughs> <laughs> とりあえず、二連続エ s センスしていって、まあヘリオやからね、今のはちょっとラッキーで抜けた感じっすね。で、さあどっちに打つか。これは、順当に右にしようかな。で、遅いボレーして、くよいしょ。いや、相手まだエ s セス飛ばせへんよな、多分。俺は送信言ってるんやけど、怖いから、ちょっと警戒しながら行くわ。よいしょ。まあ飛エンドな警戒しとけば大丈夫でしょ、きっと。いや、怖い。あ、でも太陽浮かれてきたよ。 びっくりした <laughs> アウトしたかと思ったけどギリセーフでしたね、まあ、MVP だけボタしとったらねアウトはしないんやけど俺はそれをね持っていないのでって感じやねよいしょうわはいちゃ取れるはいででちょっと届かへんかったないやシンプル産まないまあアイテム結構出るんでジャスト確定でね、A、ボレーとかもいっぱい売っていけるんであれやねんけどこっちは全打球ジャストやからね言うてああこれ負けたやんラケット落とし <laughs> <laughs> ラケット落ちる前に負けてしもうたんやけどもう一回やりたい赤紙ではいというか,かリベンジやっていきたいと思いますちょっとねしょうもないミスが多かった気がするんでそこをちょっとマジでなくしていったらって感じやと思うんやけどなんせちょっとな動き方が普通の人とちゃうでしょうまいんですよこの人でしょどうしようかなアウトラッキーあこれはほんまにでかいねでまあ50%ぐらいまで溜まっているからこっから無失点でお互い SS 打つ感じでいきたいよね おお雪、雪コートってもう始まったんから、もし始まったら、雪コートの対面とかもね、考えなければいけない気はするんやけど、とりあえず、まあ、2得点で始めることができましたと。こっから、まあ、ギミコン別に効かないから、普通に赤髪の方が有利なはずなんですけどね、全体消ジャストやけど。えー、やから。<laughs> よし、これ押して、ドカンして。ただ、ラケットとしては効くから、2回分は失点する可能性があると。で、相手3失点、次するから、 ラケット落としも使うんちゃうかなと思ってるんやけどな。やんな。うわ、これ打ち上げ使われへんねんや。そうや。ジャスト確定の弊害ここに出てくんねんな。普通なんか、あの、ラケット落として打ち上げて対策したりするんやけど、それができないのは結構厄介やねまあ、あの、あれやけどね、どうせ、早いスマッシュでやられるパターンとかもあるけどね。あ、やばい。危な。<laughs> ギリセーフ。今相手で、SS で体光らせて、実はちゃいましたーっていうボレーをしてきたんやけど、ギリギリ間に合ってそっからの SS はちょっと、 間に合ったパターンですね。こっから、あ危ない二発目の SS のこと忘れてたわ。ちょ、前攻めよう。で、うわ見にくいちょ、ガチ見にくいこれどうすんのええー、<laughs> しかもね、アクガミってな、相手コートになんか、何、剣みたいな、ファーやるじゃないですか。なので、それによってもね、相手の球が見にくいんですよ。なので、二重で見にくいっていう。大問題発生してるわ、これマジで。あらげとおとして。いや、打ちゃけ無理やんな <laughs> <laughs> だってこれロブ打っても普通にスマッシュでやられたら無理やからね。これはしょうがないね。まあ、ソフィー赤髪には勝てないんじゃないから、普通に。うん、全体9ジャストついてるし、こっち。で、SS2 連発でしょで、SS がすごい得点力あるかと言われれば。まあ、あるっちゃあるんやけど、まあ、別に警戒しとけば割と取れると思うので、って感じでね、同じ方に打って取られました。まあ、相手 SS 打ってこないから、ここは攻めていきたい。けど、一回ロパ挟もう。お相手に挟まれた。<laughs> ガチビリケ、目疲れる、めっちゃこれ。 これ夜中にしたあかんやつ。うわ、出たオンザはい。玉がオンザラインになりやすくなるっていう性能が追加されてくると、これはまた変わってくるよ。お話が。<laughs> 楽しい。ちょ、強いととの試合でなんか、バカみたいに強いから楽しいよな。うわ、びっくりしたラッキー <laughs> よいしょ。いや、見えへんって前に行かれへんってボレやば <laughs> ちょ、このさ、上から降ってくるやつさ、水色じゃないですか。で、ボレーも水色やからさ、あの、見えないっていう。<laughs> これどうすんのマジうわっこれ一回スマッシュしてからのうわこれでえーとわからんていやちょほんまにエグいってこれ俺だってこれエフェクト軽減みたいに入れてんねんでそれでもこれよ <laughs> 普通のエフェクトにしてみるともっとやばいんじゃんちょこれ開いてないし怖いさっきからあ飛んできたういいやほんまに SS も青色やねんけど <laughs> シンプルに凍結はもちろん強いやろうけどあの色がずるいわって <laughs> しかもこんな雪コートとかなったらさ地面さ白色なんよ醜すぎるでこんなやばっちやばいばドゥーンってしてあでかいでかいでかい <laughs> まあ目があの慣れたらというか <laughs>、ま、性能的には赤色が有利なはず、うん、よいしょ普通に私今楽しんでますよこの戦いや 遅い漏れしようとしてんけどな、ないやーオンザでやられちゃったなーうわー。これどうなんのやろ？<laughs> このまま負けてしまうのか？もう一点取れるのか？ただあいた。もうラケットのし使えないからね。2回使ってるからうわー。うまい。<laughs> それはうまい。